はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスターパート7やっていきたいと思います。とりあえずこの滝の裏ですね、行ってみましょう。てかさ、ここなんか普通に空気あるっぽいよね。このコウモリよくいるよな、マジで謎。ナイトメア、いやもう火力抜群だからねこのメンバー。スーパーモンクのさ、構えがよくわからない。なんで後ろにちょっとのけぞってんの。クレイゴーレム先制攻撃か。こいつら意外に柔らかかったから。ペーストを使ってくんだ。攻撃回数2倍はちょっと、げっ、毒にしてくんのかよ。しかも攻撃されるとそれなりに食らうね。毒消し屋に21個か。これもまあ99個持っちゃっていいかな。まあ、アイテムが買いまくれるのがとりあえず楽。こういう時に灰が来ないよ。多分こいつらは炎に弱いよね。魔法をあまり活用していない。そして赤間同士になったことにより火力はどうなっている。いいじゃんいいじゃん。雑魚は一掃できる。ちょっとヒットポイントがあると倒せないけど、ここはマジなんだ。下行こう。このパターンだな。そうそう、キングマミーがヒットポイントあるから、マミーはもうファイガで倒せる。これで3人倒せるでしょ。で残ったやつらをぶん殴る。5体だろうと言ったんで倒す。なかなか理想的じゃないか。ナイトメアはさすがに攻撃、鼻息、いけ。暗闇になるんだ。で扉があって、なんだ、敵がいる。その後ろにまた敵がいるな。超いっぱいいる。しかも先制攻撃かよ、鬱陶しい。これさ、石になる確率があるんじゃないか。ナイス盾。で確実に倒せるやつは、あ、そっか、ファイガ3がブリザガか。まあいいや、ファイガで、なんかあんまり弱点とか関係なさそうだけどな。ブリザガ使ってみようか。一回も使ったことないから。早めに魔法が、よし、いいね。ブリザガ、おお、効かないは効かないか。マーミー、やはり炎か。で、ずっと待っていた。このキューブ持っていって、浮遊城のティアマットお願い。ワープキューブ、あれ、これ浮遊城に入った時にワープできるやつか。風のクリスタルですね。ギガが魔導士の、あ、なんだ、取れねえと思った。お、リボンだ、やった。13450、ディフェンダー、よし、いいの手に入れた。杖、命中率がだいぶ高いね。てか今回のディフェンダーは、ま、防御とかは上がんのかな。でリボンどうしよっか、まあ、防御力は下がるよね。ってことはさ、革の帽子と同じ感じか。スーパーモンクはちなみに下がっちゃうよね。赤馬同士に装備させておくか。この辺ステータス以上回避してくれんのかな。ちょっと身を新しく手に入れたやつ。魔導士の杖はコンフィ。てか装備してるやつはさ、ここに出てこないんだ。まずディフェンダーが防御力アップするのかどうか、そしてリボンが全耐性があるのかどうか。これさ、伊達リボンで帰れねえ。もういいっしょ、ここさすがに。っていうか空気のなんか泡とか関係なかったな。ここは
空気の水。ずっとあなた方を待っていました。人魚たちを救ってください。あ、こいつ自体が人魚か。なんかこの樽みたいなのに乗るか。樽じゃねえかよ普通に。みたいなのじゃなくて樽だった。もっといいの用意しろよ。まあでも樽が用意するのが精一杯だったのか。海底神殿3階、下へ潜っていくか。ホワイトシャーク、防御力弱えな。結構経験値持ってる。こっちとかはない。海サソリ、シートドル、海系だね。ただし一人一冊、それは変わらない。左右に何かあるか。今度はシースネイ。強い。もう無双だな。扉がある。防御力としてはやっぱ赤魔同士のがあるよね。並び順はこれで全然いいと思うから。宝箱9900キル。もう金大していらないよな。なんかエリクサーとか最終的に売られるようになればいいんだけど、多分これ道具屋さんって全部変わんないよね。ラインナップエクスポーションとかも多分売られるようにはならないんだと思うけど。あと行ってない町、行ってないっていうか行ったんだけど、ルフェインの町がそういう武器屋とか防具屋とかなさそうだったし、魔法はね売ってたと思うんだよね。アレイズとフレアだったかな。赤魔同士は使えないけど、毒消しは補充してきた。OK、なんもね。上に行くのか。4階、左の方にもね階段があったけど、ちょっと先に行けるところを行こう。ない。ホワイトシャーク、そろそろナンバー4を回復させる。レベルアップ。お、ヒットポイントめっちゃ上がった。うん、いいねいいね。海底神殿もそれなりに荒れ果ててはいるよね。何 ?330 じゃ死なないのか。シャークなんて最初の方に出てきたやつだからな。素早さしか上がらん。2つなんか上がってほしいんだよね、やっぱり。せめて魔術の杖。もう杖とか最近、おお、ファイラね、使うと効果があるようなものが出始めてきたから、ちょっとチェックしていこう。これアイテムで使った時は使った人の知性に依存されるのかな。ライトアックス、また新しいのだ。アディア、文句が使っても大したことなさそう。忍者とかになれば多少知性もつくのかな。どこだ、行く場所がわからん。ちょっと使ってみる。いや、赤魔同士で一回使おう。アディア、こいつらは効くでしょう。結構食らう。アディア浄化せよ。いけ。2回目。アディアってどれくらい？ 2 個目のやつか。ディア、アディアかな。階段の前に宝箱、金。
5回。なんだ、私の祈りに応えてくださったんですね。別に君の祈りに応えたわけではないけど、ここは人魚が幽閉されているのか。海の光を失うと水の泡になって消えてしまう。儚い。宝をもらっていこう。ダイヤの腕輪、これも見る。ダイヤモンドが飾られている。それだけ。腕輪だからちょっと赤魔同士だな。お、防御力10も上がんじゃねえかよ。魔導士系は腕輪がいいのかな。じゃあここも。私たちの仲間の一人が上の世界を見に行ったまま帰ってこなくなった。おー、でも死んだ描写はないからね。あなたたち水の中で息ができる。ここ水の中なの一応。2759。海を救ってください。クリスタル、水のクリスタル。クリスタルって伝説にあるもの。あなたたち一体何者なのって。それはさ、マジでわからないよね。5000円。まあただ報酬として金はいただいていこう。水のカオス、クラーケン、最上階です。神殿の一番下に作っています。マジで一番下？来るとこ間違えた。水のカオスがいる限り輝きはどんどん失っていく。あ、でもここの階層って敵出てない。東の大陸、ミラージュの塔。チャイムの音がしていた。毒消し。ここは安心して、じゃあ宝が当たれるかな。ダイヤのシールド、よし。防御力上がるね。いや、ないとマジで強い。あと開けてないところは、ここも開けてないか。だから11150。でもこのままの状況だとこいつら泡になるのを待ってるだけか。それもちょっと悲しいよね。なんか右上開けてないんだけどさ、いけなくない？こっちから、あ、でも、あ、すげえ部屋があんな。あれ、え、一周してきた。え、なんだなんだなんだ、ロゼッタ席。これあれか、ウネに渡すやつか。何気にダイヤシリーズ手に入れたかな。ダイヤのカブト、あれ、あとなんだっけ、ダイヤのコテか。変わんねえ、重いだけなんだけど。守りの腕輪に比べて指輪か。え、じゃあちょっと待って、守りの指輪って赤魔同士装備できない。すでに装備してるわ。じゃあいいや。これ一周してきたのか。じゃあどういう地形してるんだ。じゃあちょっと下へ降りていこう。ダイヤーマー。お、防御力結構上がるし、装備しよう。めちゃくちゃ重いな。10、13。あれ、ダイヤシールドは重さないんだ。じゃあそんなに重くなかった。じゃあ反対側にあった下に降りる階段ですね。こっちから下へ降りていきましょう。敵が大量に出てきたときはサンガーを使って一掃していく。まあ、雑魚敵を全部一掃できるかって言われたらそこまでの火力はやっぱ出ないんだよね。多少打ち漏らしがあるけど、まあ、そこはちょっと攻撃をしてもらって倒していくと。これ上に登るんだけど大丈夫？え、めっちゃ登ってんじゃん。4回とか来ちゃったよ。またで下が行けるね。まあ、部屋は覗いていこう。なんもねえ。え、どういう構造だ。1100。
1450で、また下2回、6体とか出てきたときは3が使う。あと2回しか使えないけど、エーテルいっぱいあるしね。まあ一応ブリザガーも使い切ったらエーテル使いますか。2回使ったよ。3階から来たはずだから4体か。攻撃1人1冊でいいね。赤間同士もだいぶ安定してきた。攻撃がやっぱり赤間同士アタッカーにした方がいいよな。全然攻撃役として機能するから。まあ黒魔法の攻撃は補助的な感じだね、こういう時。ブリザガ、ブリザガで後ろは倒せるはず。にらみ、まずい、危ねえ。ちょっと攻撃が遅いね。早いんだよね後ろの鳥が。 OK、一掃できるときは一掃できるから。巨人の小手、一応効果だけ見る。セーバー、セーバーってなんだっけ、自身の攻撃とあれを上げるんじゃなかったっけ。それだったらだいぶ役立つけど、ナンバーワンが最初にもう打って、デストライは文句、ナンバーツーとかにかければ初手の補助魔法がだいぶ効率よくなる。金ちょっともう一回回復しよう。回復適当だから。ゴースト4先制攻撃、燃えよ。上に階段のマークがあるね。またモンスターか、いっぱいいる。これどうだろう、ブリザが効くかな。こいつらにブリザが効くかって言われたら超微妙だよね。遅い。霊障ってなんか関係あるのか。まあ、そこそこだな。2回連続、まあ、葬れるからいいや。ライトアックス、なんで2本もあんの。じゃあ扉の中は見ていこう。結構な宝箱あるよね。知性、あ、ナンバー4か。ナンバー4が知性上がってくれるのはいいね。なんかいる、これ倒す必要ある。リボン、リボン見よう。どこだ、あった。あー、すべての属性攻撃と状態異常を防ぎやすくなる。属性攻撃もそれはいいな。じゃあちょっと下がっちゃうけど重要だよね。ジョ倒そう。サハギプリンス、集中的に攻撃されている。おお、ナンバーワンめっちゃ上がった。3つ上がってくれた。あ、いつの間にか魔法が使えるようになってる。1回ずつ、微妙だな。敵が多い。サソリシートロル、いや、レベルが違うからね。5と7だったらやっぱり7だよな。サソリはブリザガで倒したい。よーし、これ黒魔同士にした時にどれだけ差があるのかちょっと見たいは見たいよね。
これは攻撃でいこう。扉からこっち側へ行ってウォーター、エレメント的な属性だな。扉ない。モンスターの先制攻撃、このさちょっと回復するシステムなんだ、このシートロール。銃とかはっきり言って無駄だよね。先制攻撃、さっきは先制されたけど今度先制返し。なんもね。このパターン多いな。この3人ゲッ毒になってる、いつの間にか。毒消し層めっちゃ必要だな、このゲーム。全部で100個くらいは使ってるよね。ボイゾナだけじゃ全然間に合わないし、ボイゾナってそれなりにレベル高かったかな、使えるようになるのが。海サソリ4、そっかサソリシリーズだからか、こいつら。で扉、これなんか怪しくね。え、どうなってる。あそこに扉があるな。シンスネークもなんか毒にしてきそうな色合いしてるけど、とりあえずこの扉、一番下が何階なのって感じだよ今。とりあえず1階には来たけどさ、地下があるのかどうか。この扉も結構怪しいよね、形的に。この真ん中、ほら来た。じゃあハイポーションで全開にはするヒットポイントで、エーテル5個くらい使おう。回復していってる。で一応セーブはする。まあ多分大丈夫だと思うけどね、人間どもがここまでたどり着くとはな。いやいや、お前大丈夫か、命の危険があるんだぞ。このメンバーを前にしてそこまで強気でいられるとは。水のカオスクラーケンに水中で叶うと思ってか。光届かぬ深海で眠るがよい。それはこっちのセリフだ。セイバー使おう、巨人の子で。でまずストライはモンキーにかける。でスタートぶん殴る。8ヒット120、ザコがこれ強くなってるよね。テイストがかかってたのかどうかがちょっとわかんない。まあ、硬いは硬い。どうなってる、セーバーじゃわかんねえ。墨しょぼい。ちょっと暗闇になっちゃってるけど、17ヒット848、押し切ろう。もうあと攻撃だな。70とか。絶望を感じよクラーケン。いやもう無双状態だわ。これなんかもうこのままの状況でカオスとか普通に倒せそうだし。水の力が湧き出る。これこの後なんか人魚に会いに行く気力はないんだけど、人魚の話聞きに行きたいけどさ、なんか水の力を戻してくれてありがとうみたいな。
で、ロゼッタ石を手に入れたんで、ちょっとウネのところへ行きますか。よう、ウネ。その石を見せてくれたまえ。ロゼッタ石。ルフェイン語の解読が可能になる。そうか、そういうことだったのか。俺に君たちも教えてやろう。教えてくれるんだ、ちゃんと学習できたか。あんまり知性高くないけど大丈夫。超潮らしくなってる。クリスタルに祝福を。よし、じゃあルフェイン人の町へ行きますか。ルフェイン人の町。我々はルフェイン人。天空人と呼ばれた。飛空艇というシドという男が作った。名前だけ出てくるのか。こいつがなんか売ってくれそうな気がしたんだけど違った。伝説は本当だった。え、ここ何しに来たの。一応なんかあるけど。浮遊城、青き星の海、四つの力、天空人儀式によって祖先から代々と記憶を受け継いできた。祖先が作った機械人形たちは今も動いているだろうか。なんかどっか浮遊城、あれは我々の祖先がかつて住んでいたミラージュの塔は入り口。4匹のカオスを操る者がいる。我々はそう推測した。その居場所を突き止めるべく5人の戦士を旅立たせた。知らせがなくなってもう長い。彼らは無事でいるだろうか。5人の戦士ってなんだ。5人の戦士に最後の望みを託した。カオスの呪いに敗れコウモリにされてしまった。天空人の力の源であった風の力、ティアマットに遮られている。風のカオスであるティアマットとの死闘を繰り広げた。我々の力は及ばなかった。浮遊城にいる。こいつか。チャイムを持っていくがよい。ミラージュの塔へ入れるだろう。で、チャイムと、あとなんかワープ装置みたいなのを持ってるから、もう大丈夫っしょ。行って。とか、ここ。なんもねえな。ただ、チャイムを手に入れに来ただけ。よし、じゃあミラージュの塔へ行きますか。というわけでミラージュの塔の前に来ましたので、今回はここで終了して、次回はこのミラージュの塔を攻略からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。